クリスタルドリーム1号艇魚谷香里選手です。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。初日は、本番は4コース稼働1になりましたが、ためらいなくスタート行けましたか？いや、スタートちょっと風がちょっと止んだのかなと思ってちょっと様子見ちゃったんで、遅かったんでもっと行きたいなと思います。はい、まあ、そのレースは全体的に24から30という、ね、スタートになりましたね。スリット過ぎてからはどうでしたか？スリット過ぎてからはそんなに下がっていくことはなかったんですけど、はい、1マークは最内を指す形になりました、ターンの感触どうですか？いや、1マークの感じは悪くなかったかなと思うんですけど、はい、道中はちょっと気になって、はい、道中が良くなかったですね。はい、それはこうもしかしたらプロペラが開いたりということはあるんでしょうか？いや、多分エンジン自体がなんか良くないのかなと思って、プロペラはだいぶいい方向に行けてる気がするのでちょっと整備したいと思います。今節から整備もオープンになりますもんね、はい、では整備をして船足もう少しアップしてからということですね、はい、思う調整ができましたらもうここは1号艇ですので、はい、スタート集中ですか？そうですね、スタート届いてないんで、はい、しっかりスタート行けれるように、はい、気持ち作っていきたいなと思います、はい、それではファンの皆様にアピールお願いします。はい、1号艇しっかり逃げれるように頑張ります。応援してください。2号艇細川優子選手です。よろしくお願いします。お願いします。初日は2走走られました。3コースからのまくり差しもありましたが、2走走ってどうでしたか？まあ、昼と夜で走れたので良かったかなと思いますね。はい、違いが分かったので。違いが分かって調整をしていきたいなという気持ちになりましたか？まあ、外回りだけですね。別にペラをいじることはないと思うので、そこまでまだもうちょっと冷え込んだら考えますけど。昼間走った時にはちょっと道中重たさがどうなのかなって言われてましたが、夜は、いや、実際重たかったわけじゃなかったので昼間でも多分回りすぎてたのかなと思います。じゃあ初日で調整の方向性というか、こういう傾向だなというのは分かったということですね。そうですね、まあ、どっちに行こうか迷ったところがあったので今のでちょうど分かったので良かったかなと思います。はい、船足的にはこういう部分がいいなというのはありますか？まあ、正直言ってやっぱ女性に入ると本当普通の足だと思うんで、乗れる状態にすることをまず目標にして合わせていきたいなと思います。スタートは2走とも20台でした。行き足であったりスタート感はどうですか？多分自分が合ってないだけなので、スタート感がなんかおかしいってわけじゃないので大丈夫だと思います。ではファンの皆様にアピールをお願いします。いいレースができるように頑張ります。応援お願いします。3号艇松本明恵選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初日は1回走りでした。調整はじっくりできましたか？はい、本体整備を含めてしっかりできました。1号艇でしたのでインから逃げたという戦いになりましたが、はい、道中の体感などは納得いきましたか？はい、良かったと思います。まあ、ちょっとまだそうですね、水面にまだ慣れてなくて久しぶりなので、まあ、ちょっと2マークとか難しかったですけど、エンジンとかプロペラの感じは良かったので乗りやすくて良かったです。はい、久しぶりとはゆえ下関は2018年には優勝してますし、はい、そこから3連続優出中ですね。そうらしいですね。はい、全然覚えてなくて、はい、でもイメージはすごい良くて好きな水面です。はい、まず乗り心地が良かったというお話出ましたが、はいはい、船足的には何か求めていくところありますか？ですね、まあ、今日のところに関しては特に言うところはそんなになかったですね。はい、一走でしたのでスタートコマ24というタイミングでしたが、スタートに関してはどうでしょう？いいスタートいけたかなと思ってたんですけど、思ったより全然遅くて、まあそこの勘の修正と、まあ、言ったら行き足の部分なんですかね、そこを良くしたいです。ではファンの皆様にアピールお願いします。はい、下関大好きです。一生懸命一走一走頑張ります。たくさん応援よろしくお願いします。4号艇松岡奈美選手です。よろしくお願いします。お願いします。初日は1回走りでしたが、はい、スタートコンマ08のスタートで逃げました。はい、走ってみてどうでしたか？そうですね、まだちょっとしっくりは来てない感じです。違和感を感じたのはどういうところでですか？とりあえずお腰がちょっとついてこなくて、早めに起こしてるんですけど、まずそこと乗り心地が気になります。調整を始めてある程度反応は出てきてますか？そうですね、あんまり大幅にもやってないんですけど、はい、ちょっとずつ反応は出てると思います。
まだ微調整でいきますか。そうですね、明日、考えます。ご自身の理想の船足というのは現状ではどう仕上げていきたいですか。そうですね、とりあえずあの腰を来させて、あのスタートから攻めれるような、はい、足にしたいと思います。ではファンの皆様にアピールをお願いします。はい、せっかくドリーム戦乗せてもらったんで、スタート集中して攻めたいと思います。応援お願いします。5号艇宇野弥生選手です。よろしくお願いします。お願いします。初日は2回走り、6コースからと、そして3コースからまくりでの勝利でした。はい、船足はどう感じましたか。あの悪いことはないです。はい、もうどちらもまくり競ってないという中でしたね。ちょっと周りとの比較はできてないですね。はい、プロペラはもうそのまま行きましたということでしたが、はい、他外回りなどの調整はされてませんか。してないです。あ、そうですか。はい、はい、枠は5枠となりました。スタート改めてご自身ではどれぐらいの目標ゾーンで行きたいですか。まあ、とりあえず全速で、はい、初日の2走は全速でしたか。はい、それではファンの皆様にアピールをお願いします。はい、ドリームも私らしく走ります。応援お願いします。初日は1回走りインから一定身のスタートで逃げました。はい、改めてレースではどんな感じがしましたか。そうですね、あの1走目にしてはあのしっかり回れたと思います。はい、プロペラはまだ叩いていないそうですね。そうですね、あのとりあえずあの前も岡村君の後引いてちょっと壊したので、あの信じていきました。逆に言うと、はい、まあ、前走者の調整の仕方っていうのはある程度わかるなというところもありますか。あ、でも、まあ、あの叩こうと思ってた形に近かったので、はい、行ってみました。ドリーム戦になりますので、まあ、夜ということになるんですが、はい、何か調整していきたいなと思ってらっしゃいますか。いや、もうチルトぐらいしか考えてなかったんですけど、まあ、チルト試そうかなぐらいですかね。はい、はい、下関は2月に走られてますが、その時は準優勝、はいはい、2月は唐津での優勝もありましたし、はい、近況は7点オーバーの勝率、はい、何かご自身の中でいいきっかけっていうのはあったんですか。そうですね、あのきっかけはあったんですけど、あのいっぱい稼ごうと思いました。6号艇ですが、レースイメージいかがですか。まあ、あの展開があればあのつきたいなっていう感じですね。はい、スタートの目標があればゾーンを教えてください。まあ、あの一定身全速でいきたいんですけど、はい、まあ、10いけたらラッキー。10ぐらいいきたいです。はい、ではファンの皆様にメッセージお願いします。はい、あの6号艇ですけど、あの船気に絡めるように一生懸命走ります。応援お願いします。